皆さんこんにちは、竹脇まりなです。今日から忙しいよ。今日から本日からですね、5日間私の、外食 Vlog、 食事記録 Vlog を久しぶりに撮っていこうかなというふうに思います。おそらく全部外食になるでしょう。外食って言いつつ一発目から家なんですけども、まず1食目ブリトーをいただきます。ウーバーをしちゃいました。これ結構でかい、結構でかいです。全粒粉の、トルティーヤに包まれたブリトーを頼みました。いただきます。おいしい。おいしい。チキンがめちゃめちゃ入ってる。で、なんで今回5日間ね、全部外食になるかと言いますと、出張なんです。そして資格のね、ウィットネスの資格を取ろうと思ってて、2日間ね缶詰になるんですよ。そう、最初の3日間が仕事の出張で、外出になるので外食になって、最後の2日間はその私のフィットネスの資格の勉強で缶詰になるので、多分家で作ってる暇ないなーっていうことでね、せっかくだから全部外食になるんで撮ってみようと思いました。しかもこの前半の3日間の出張のスケジュールが結構ね、うちらにとってもハードなんだよね意外と、この3日間ね、実は私今日金曜日なんだけど、土曜日に大阪の方でイベントがあってね、ロフトさんのイベントと、あとは写真会、ファンの方に会えるイベントを予定してて、それが明日土曜日丸一日大阪なんですよ。だからこの後ね、1時間後くらいにもう新幹線乗って大阪に前乗りで向かうんですけど、でたまたまダーウィンも大阪でね、明日明後日2日間別の資格の、私が取る資格と別の資格の講座なんだよね、資格試験なんです。モビリティの資格だね、可動域。モビリティめっちゃマニアックだよね、多分取る資格的には。筋トレとかとはまた全然違くて、可動域とか、関節周りとか、より体をどう動かしていく、動かせるようにする、で動かせるようになったらより筋トレもできるからっていう、そういうロジックだ。そうだね、いや本当この体のことって、うちらもねそれぞれ資格持ってたりとかして、ダービーもパーソナルトレーナーとか、私もヨガの資格、ヨガの指導者資格とか持ってるけど、いろんな考え方といろんな要素があるんだよね、筋肉の話もあれば、関節の話もあれば、皮膚の話もあれば、体一つといってもすっげーいっぱいあるんだよね、もう当たり前なんだけどさ。そう、でそれをこういろいろ極めようと思ったら、もう本当にその専門的な資格とかになってくる。資格を持っててもずっと勉強し続けなきゃいけないからね。そうだね、運動の常識とかずっと変わるから。変わる、データも変わるしね。だからレーシーとかもね、ずっと本人もずっと勉強してるしね。レーシーとも、ね、一緒に同じ資格。あ、そうじゃんね、そうじゃんね。今回日本で初なんだよね、その FRS モビリティの資格、モビリティの資格が日本で初めて開催されるからね。頑張ってきて。レイシーもすごい好きだし、このトピック。そうだね。いや、うちらの周りで結構みんな好き。超マニアックな。いや、大事なのよ。そう。だからね、まあこんな感じで勉強しながらうちらもチャンネル作ってるんで、ぜひご安心ください。で、今回ややこしいのがさ、これからね、ダーウィンと大阪一緒に行くけど、行きだけ一緒で別行動なのね。私も明日朝早くから仕事があるから、ベビタンも連れて行くんだけど、ダーウィンも大阪で、場所が全然違うの、大阪府内なんだけど、一緒に本当はね泊まりたかったんだけど、ちょっとややこしいねっていうことで、行きだけ一緒に行って、あと3日間は別行動っていう、同じ大阪の中にいるのに。お互い頑張りましょう。ということで5日間お付き合いくださいませ。ルッちゃんよかったね。とルルちゃんはうちらがね、私とダーウィンとね、娘っちが出張の間はうちのアシスタントのすずちゃんにね、住み込みでお世話してもらいます。ありがとうございます。よろしくお願いします。来てもね、よかったね。ルームサービスのメニューってどこにありますかね。テレビの画面。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
ず、最新むず。無事ホテルに着きました。あのですね、まずね、我が子からいただきましょうか。いや本当にさ、いやちょっと食事ブログなんだけど、もうちょっとあの食事に行き着くのには時間がかかりそうです。いただきます。そう、まずね、ちょっと聞いて、お昼にはあ、お話しした通り、私とダーウィンはね、こっから別行動なんですよ。同じ、まあ、関西にはいるんですけども。そう、で、私は今ね、京都に泊まりに来たんですよ。っていうのが、明日土曜日に、私一日仕事なんだけど、その時にね、我が子どうするかっていうと、ダーウィンのね、ママに見てもらおうと思ってて。で、ダーウィンのママって、京都寄りの大阪に住んでるんですよ。京都に泊まった方が、いろいろお願いがしやすいっていうことで、今日私は京都に泊まっております。でさ、もう大変だったんだけども、ちょっといつ晩ご飯にありつけるかな。なんかさ、めっちゃ余裕持って家出たの。やっぱり晩ご飯に間に合わせたいしさ、私っていつも晩ご飯を大体子供と一緒に食べてるから、早いのね。5時半から6時半の間にはもうね、食べ終わってるのよ。っていう感じでやってるから、そのルーティーンに間に合わせるために、めっちゃ今日もう昼にはさ、東京を出てたんだけど、なんと新幹線が大遅延しておりまして、本当だったらさ、品川から、京都ってさ2時間ちょっととかで着くはずなのに、まさかの大遅延で、新幹線の中にさ合計3時間いて大人一人だったらこの1時間どうってことないんだけど、お子がいるとさ、この1時間の大打撃ってやばくて、京都駅に着くのが5時半過ぎですかみたいな、もう晩ご飯食べてる時間なんですよみたいな感じになっちゃって、もうさ大慌てなんですよ今。そう、大慌てしておりまして、移動が少ないようにね、京都駅直結のホテル、もう目の前のホテルをね、そう取ってたんですよ。こんなこともあろうかと。ところがどっこいでさ、直結って言ってたからマジで直結だと思ってたの。そうで思ったら、ベビーカーにさ大量に荷物をね、自分の分とベビーカーの分積んでるわけだから、エレベーターじゃなきゃいけないのね。で、駅の改札を降りて、しかもなんかちょっと間違った改札そもそも降りちゃったみたいで、そうだから私が悪いんだけど、で、あ、ホテルの入り口だと思ったら、なんかすごい階段の上にあるの、ホテルの入り口が。そうだから、あ、もうこれ絶対エレベーター案件と思って、駅の人にどこからエレベーター上がればいいでしょうかって聞いたら、一回駅を出ていただいてみたいな。あ、駅出る、むっちゃ遠回りして。そう、そもそも私がね、出口多分間違ったのが良くないんだよ。とりあえずもう時間がさ、もうやばくて、そもそも新幹線遅れてるし、なんかもう大荷物でさ、もうバックパックも背負って、あーあー、やっちまった。そうだよね、そうだよね、そうだよね、あなたは悪くない、マミーがここに置いたわとりあえずもうめちゃくちゃ遅れて、しかもね、自分のせいでなんか遠回りをし、駅にさ着いたから、もう6時半なの。6時半スタートで、本当はね、京都に来てるからさ、駅の中とかにめっちゃ美味しそうなものがあって、京都のさ京野菜とか抹茶とかさ、スイーツとかめっちゃあって食べたいと思って、そういうところでね、本当はゆっくり晩ご飯を選んで、京都飯みたいな感じで551とかやろうと思ってたのに、もうさ、選べなかった。しかも聞いて、なんか晩ご飯をね、それでもちょっと押してもいいから、晩ご飯をね、デパ地下っぽいところに買いに行こうと思って、お土産屋さんが混みまくってたから、デパ地下だったらさっと買えるかなと思って、デパ地下の方に行ったんだけどさ、またデパ地下もさ、エレベーターじゃん。でデパ地下のエレベーターって全然来ないんだよね。ちょっと待って、地下1階ご飯街みたいなのを押してさ、でも待ってたんだけど、待てどなかなか来なくって、やっぱりもうみんなね、帰る時間だから、ほら5時半ってそういう時間じゃん。もうみんな殺到してんのよ多分。そういう時間にぶち当たっちゃった、あちゃ当たっちゃったもんだからさ、もう多分激込みしてたんだと思う、いろいろとかがあって、結局ね、エレベーターが来ないことにちょっとイライラしてやめだやめっつって、もう自分のご飯は今諦めて、ベビタンのがね、もともと持ってきてるんでいいから、とりあえずもうベビタン食わしてからだと思って、ゴージャスになっちゃうけど、ルームサービスかなと思ってルームサービスをさっき見てたんです。時間は変えられんっていうことで、本当はさ、いっぱい京都飯見たかったんだよ。そう、ウッキーウッキーって思ってたんだけど
無理だったね。しかもこんな時に限ってベビタンのさ機嫌もちょっと悪くて、新幹線が降りる30分前くらいか、そんくらいからなんかちょっとぐずり始めちゃって、そう、そんな感じもあったから余計焦るじゃんね。とりあえずそんな感じです。あのテレビでルームサービスをなんか頼むって言ってたから、テレビで頼んでいこうと思います。はあ、最新だね。ということで、ようやくありつける、いただきます、いただきます。てか私そんな今日あの豪勢にするつもりじゃ本当になくって、サクッと食べれる予定でいたんだけど、豪勢になってしまった思いのほか、すごっ。赤だしのお味噌汁さん、わあ、ありがたい。これありがたいな。ちょっと今日の晩ご飯です。わーお、美味しそうです。和食定食にしました。ちょっとこれはもう豪華すぎる、こんなはずじゃなかった。あのもっともっとカジュアルご飯にする予定だったんですけど、豪華なご飯になりました。うん、美味しい。めっちゃ美味しいわ。あ、きっと神様が私に頑張ったねって言ってくれてるんだ。で、そうだ、私が外食の時に気をつけてることは、まず食べ方でタンパク質から食べることを結構気をつけてます。お刺身、うん、あ、美味しい。あ、美味しいわ。タンパク質を先に食べてあげると食欲がしっかり満たってくれるので、こう食べ過ぎ防止になるんですよ。だから逆に一番最初に食べるのを一番最初にあの食べるのを避けてるのは、まあ、炭水化物、ご飯から全部食べちゃうみたいなのはしないようにしてるかな。だから今日のご飯だと、あの和食を選んだのもそうで、タンパク質がすごい多そうだったんですよ。魚もあるし、お刺身もあるし、卵焼きもあるし、あとなんか京野菜の煮物っぽいやつでお野菜もあるから、すごいバランスいいなと思って頼みました。まあ、京都だからってことじゃなくて、なるべく和食を食べるようにしてます。うまー、うん、おいしい。うん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 、ご飯おいしい。すっごい今日疲れたな、移動しただけなんだけど。で、ちなみに前の一日密着かなんかの動画でアスケン使ってあの食事の記録をつけてますって言ってたんだけど、外食の時はね、つけてないです。わかんないから、正直。だってこれが何キロカロリーかなんてわかんないから、あの外食の時はね、あの もちろんっていうか、あのつけてないです。でもね、コンビニ食は逆にね、すごいわかるから、後ろにカロリー書いてあるし、塩分とかも書いてあるから、コンビニ食とか逆に記録つけたりする。うん、ハイタッチハイタッチハイタッチ、あっちゃー最近我が子はすごいあのレパートリーが増えて、あっちゃーとか、なんかピーヤーみたいな、いただきますとか、ごちそうさまとか、どうもとか、すごいレパートリーが増えております。ちょっとあの格闘しながら食べるんで、カメラを切ります。1日目こんな感じでした。2日目です。2日目の朝になっております。めっちゃ綺麗にメイクしてもらったから、チュルチュル。なんかここにダニに噛まれて、あのほくろみたいになっちゃってたあざみたいな、イボみたいなのがあったんですけど、すっごい綺麗に消してくれた。めちゃ漏れてる、嬉しい、ありがとうございます。今日のラインナップはこんな感じです。プロテイン と、ひじき。うわ、イベント前なのにひじき選んじゃった、最悪最悪。何してんだろう。え、最悪、歯に挟まるじゃん、最悪。え、最悪、一番選んじゃいけないやつをやるんじゃって。違うの、このさ、食後の血糖値の上昇を穏やかにするっていう、この機能性表示食品ね。あれ、あの これに惹かれてしかも枝豆でタンパク質取れると思って、え、大麦が入ってるっていうのでさ、だったからさ買ったんだけど、最悪。え、どうしよう、今食べない方がいいかな。うわ、最悪。もうなんか昨日からダメなんですけど。昨日も動画撮ってて、昨日のその夜もすごいバタバタして、結局ルームサービスになっちゃって、ダメだ、なんか最悪。あとパイナップル と、これからイベントなんで、これも機能性表示食品だ。一時的に自覚する、顔のむくみを軽減する、キレイトレモンっていうので、うーわ、まずちょっと最悪。いやー、おにぎり後でかな。後でかなだよね、あと30分で出番だもんね。だってこの後も写真撮影があるのにこの
とね、今日の予定を言うと、これからロフトさんのアカウントでインスタライブを今大阪にいるんでやるんで、それをやった後大阪の梅田ロフトに移動して写真撮影会があるんですよ、ファンの方々と。で、普段だったら私朝の7時くらいに子供と一緒にご飯を食べてるんですよ。で、大体こういうタンパク質が朝あるものは取って、こういうのっけご飯だったりとか、あとマリネスプロテインをスムージーにしたりとかして飲むんだけど、そう、朝はバタバタしてたから全然そのホテルで食べる余裕なく、なんでこんな予定じゃなかったんですけど、大体まあイベント前だからね、炭水化物でおにぎりとタンパク質ね、ザバスのもね、これすごいコンビニでよく見かけるんでよく飲みます。とあとは朝は絶対私ブラックコーヒー無糖のを飲んでます。ブラックコーヒーは脂肪燃焼効果があるっていうことと単純に好きっていうことで、必ずブラック無糖を買っています。集中力もねやっぱり上がるんで飲むようにしてます。これだけだったらもうほぼ水分じゃない？食べ。しかもさっきあんまりトイレ行けないって喋ってたのに、そう、なんか今回会場がねいろいろあるっていうこともあって、ちょっとあのロケーション的にあんまりねトイレの回数が行けないっていうので、普段だったら私水を2リットル朝からもう11時半くらいには朝1リットルくらい水飲んでるんですけど、トイレがねなかなかちょっと行くタイミングが少ないかもっていうので抑えめにしてたんだけど、朝ごはんこれブラックコーヒーなんて、そう利尿作用、そうブラックコーヒーは脂肪燃焼効果もありますが利尿作用もあるんでね、そうおしっこ行きたくなっちゃうから、もうちょびちょびにしてこう、あーダメだ、ちょっとなんか昨日からうまくいってない、外食ブログなのに全然うまくいってない、どうしよう、とりあえずパイナップルだけ食べよう。ありがとうございます。このまま行こうとした。みんなはここは真似せず、もうちょっと朝ごはんはちゃんと食べた方がいいですが、こんな感じです。うん、この後ライブ配信頑張ります。よし、今ライブ配信が終わったんで、あと5分で移動なんですけど、チョコをいただきます。糖分補給楽しかった。あ、一番好きなタイプだ、このラングドシャ的なやつ。うん、うん、ふん、こういうとコーヒー飲みすぎないようにしないとトイレ行けなくなっちゃう。トイレ行けなくなっちゃう。まずは移動してきました。お昼ご飯、まずは顔のむくみ、機能性表示食品なんでね、国が強化を認めてるから機能性表示食品でございます。やばい、なんか外食 Vlog なのにすごいただただ私のバタバタな大阪出張を記録してる Vlog みたいになってる。で、食生活がちょっと急ぎすぎていつもと違います。あ、でもやった、天むす嬉しい。ちょっとおにぎり2個いただきます。1個天むすちゃんにして選ばしてもらいます。1個は鮭にしようと思います。お鮭と天むすのお肉をいただきまして、みんなも食べてね、食べてくださいね、どうぞ。これで栄養補給して、この後は、ね、写真撮影会です。さっきあれひじきおにぎり食べれなかったからこれならまだいけない。ちょっとタンパク質が足りないから、多分夜タンパク質の含まったご飯を食べる気がします。野菜とビタミンも全然取れてない、食物繊維も取れてない、本当に顔が漏れてる、やばい、めちゃくちゃこのメイク真似したい、めっちゃツヤツヤだ、ようやく大阪のファンの方に会える、嬉しい。2個食べて1時もということで、おー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 、お疲れ様、終わってね、ホテルに帰ってきました。カムバック京都。そう、今ダーウィンのマミーですね、一日見ててくれたので、そのホテルの部屋に帰ってきました。で、一緒に晩ご飯を食べようとしているので、買ってきたねメニューをご紹介いたします。今日はもうお惣菜系ですよ。 50% オフ。タンパク質で、だし巻き卵、あともうタンパク質が今日ねほとんど皆無なんですよ、取れてないの。そうだね、今取られたやつが小松菜のサラダで、こちらが切り干し大根、全然今日野菜取れてなかったから、とこれが紀ノ国屋の50円引き、1日分の野菜が取れるビビンバだったかなです。とこれが、いや京都らしいもの食べたいなと思って、で紀ノ国屋に京都で作られたやつですみたいなところがあっ
って鶏そぼろ丼、そうこれを私はメインにしようと思います。でこっちがあのお母さんになるかなと、あと野菜スティックでしょ、野菜スティック生の野菜も食べたい。あとこれも京都っぽいやつ、湯葉巻き牛肉サラダっていう湯葉で巻かれためっちゃ美味しそうな牛肉のサラダがあったので、まあ、この辺をねシェアして食べようと思います。ほんと疲れた、ほんとお疲れ、でも超充実してました。3日目の朝でございます。おはようございます。ということで、あのこの外食 Vlog はちゃんと正直でねいようっていうことで、ちょっと昨日記録できなかった夜のスナックをあの紹介します。朝一の白湯を入れながらねえ、朝一の白湯は外出先でもねもう絶対に欠かせないということなので、昨日お惣菜たちねもう超美味しかった、あの京都すごい美味しかったんだけど、あれを食べた後、食べながらかな、あのダーウィンのママがさお酒を買ってきてくれてたからお酒を久しぶりに飲みました。美味しかった、カラビン濁りスパークリング大吟醸45ダッサイっていうのですっごい美味しかった。2人でちょうどインピンだね。だしこれはもうダーウィンのママがそもそもねあの先に飲んでたからほんと1杯だけだったんだけど、白ワインだ、白ワイン、私もねあの好きでたまに飲む白ワインを飲みました。白ワインはねあのちょっとだけ飲むとむくみが取れたりする、あのカリウムが豊富なのでむくみが取れたりするんですけど、昨日はその2杯って感じかな。昨日これの他に多分動画で紹介してないのがこれ、これさ私もねお土産で実はいただいたことがあって、これ韓国土産の定番というか韓国でバズってるお菓子らしいんだけど、ハニーバターベーグルチップっていうのがお土産でねもらってすっごい美味しかったんだけど、今回もねダーウィンのママがお友達からね韓国のお土産としてもらったんだって。だからもう2回韓国のお土産としてもらってるから定番なのかな、こんな感じのなんだけど、すごいありがとうございます。お土産はもうダイエット関係なくいただきます。美味しい、本当にありがとうございます。うん、やばい、朝一の糖分最高。あの普段は朝一であのお菓子は食べないんですけど、今日はちょっとせっかく紹介したし飲みました。いやごめんね、あの私朝めちゃくちゃ水飲むからちょっともうコップいいや。なのでそうダーウィンがいない中でさ、そうよあの嫁姑の関係だからさ、嫁姑っていうとなんか硬すぎてあんまりなんかあんま合わないなと思うんだけど、ダーウィンママとあの仲良しだからさダーウィンいなくても全然連絡取るし、こうやって子供の話したりとか一緒に過ごすんだけど、超久しぶりだったからさ、超でもないか、うん、東京にも来てくれたりとかしてるんだけど久しぶりだったのでね、ガールズナイトでございました。そりゃお酒も飲むよねっていう感じで、そう昨日のね食事を振り返ると正直ねそんな私が理想としてる食事の感じではないんだけども 100% 心は満たされたって感じ。しかも昨日のあのイレギュラーだったところは水がそんなに飲めなかったのよ。そうあのイベントでねなかなかトイレにねそんな頻繁に行けないっていうのもあって水を控えてた、イレギュラーでした、かなり。そうだから帰ってきてからはこんな風にめちゃくちゃ水飲むようにしてます。ねえ、でもねこのここが難しいところで、やっぱり外食中ってサラリーマンの方とかもねそんなにトイレに立つことがなかなかねできなかったりとかすると水飲むのが大変になると思うんですよ。だからって飲まないとね体の巡りが悪くなって代謝が悪くなったりとか肌とかもねこう代謝が悪くなってくるとくすんでくるんですよ。そうとかがあるから、おすすめはこうやって朝夜に飲む。そう日中飲めないとかあるじゃん、そう昨日の私みたいに。あら今度は指揮者なのこんなんしてテーブルを叩いてます。あ、そうそう、あの日中水が飲めない、水分が取れないっていう職業とか状況の人は、まあ、無理して飲むことはできないと思うので、もう朝一こういうタイミングとか、あと夜家に帰ってからしっかり補給する、でそれをしっかり出すことを意識する。昨日私できてないけど、あのお風呂もバタバタだったからさ、水をしっかり飲んでお風呂に入ってあの取ったものを出してあげるとか、そういう風にバランス取ったらいいのかなっていう風に思います。でですよ、今日の予定は、今日は、東京から大阪に帰る日です。全然違う。今日、京都から
東京に帰る日です。まず朝ごはんはちょっと今日はあの食べないです。コーヒーだけにしようかなって思ってて、ちょっとね、胃が重い、あんまりお腹減ってないんです。そうなのでお腹減ってない時はそんな無理して食べない。で逆に今日昼ごはん、そう友達とランチしてから東京に帰るっていうスケジュールにしているので、でそれがランチがねブッフェなんで、そうそこで多分がっつり食べるかなっていうふうに思うので、朝は白湯とコーヒーにしとこうと思います。あすごい、たまたま京都の駅前に来たらコーヒーフェスみたいなのやってる。朝もコーヒー飲んだけどコーヒー飲みます。すごい本格的なコーヒーだ、美味しそう。いただきます。寒い、今日寒いね。友達のランチの予定まで時間があるんで一瞬京都観光しようと思いましてお外に出てきました。いただきます。すげー寒いね。でも寒い時っていうのは脂肪燃焼効果が高まるんですよ。このブルブルするのってすごいカロリー使うんですね。だからすごい寒い時は絶好のダイエット日和。そう、あったかいよりも寒い方が脂肪燃焼する。シミュレー美味しい、めっちゃフルーティーだわ。せっかくなんでね、昨日なんか夜結構食べたりとかお酒飲んだりとかしたので、その分をちょっと朝の京都観光のウォーキングで消費しようと思います。ということでお昼ご飯です。ホテルのランチブッフェにお友達と来ました。イエーイ。これが私が住んでた高知のカツオの、たたきです。カツオは鉄分が豊富でタンパク質が豊富で低脂質です。そしてホタテと生ハム、モッツァレラチーズとトマト、小松菜もね鉄分豊富でビタミン C も豊富で最高。そして、生野菜のサラダ、生野菜がね全然食べれてなかったからブッフェ最高です。そしてこれもタンパク質の、美味しそう、これ豚肉だそうです。ローストポークになんか、タケノコのったやつで、これが珍しいほうじ茶ご飯だそうです。すごい美味しそう。あとは赤だしのお味噌汁、こんな感じです。めっちゃブッフェだけどヘルシーにできた、嬉しい。おお、何事マジで。はい、無事にね自宅の方にね帰ってきてまいりました。いやめっちゃ楽しい大阪滞在だったということで、時刻はね今、5時ちょい前くらいなんですけども、家に帰ってきてちょっとね荷物をアンパッキングして一回ふうと息をついたところです。さっきね誰とご飯を食べてたかっていうと、インスタのねダイエットアカウントのハズちゃんってね方がいるんだけども、そうハズちゃんとねランチを食べてました。でね移動で疲れまくったのでね、ちょっとお菓子タイム、ハズちゃんからいただいたアンドメルのスイーツをいただこうと思います。これ可愛くってさ、これなんだけどハズちゃんがやってるスイーツブランドで、グルテンフリーで白砂糖不使用で保存料不使用で人工甘味料不使用で弱色料不使用できび砂糖使用っていう、すごいね。私もねたまにね買ってるの、このアンドメルのお菓子。おいしい、おいしいし、糖質が 50% オフとか 46% 口が回んない、オフとかね嬉しいよね。こちらのねすごい1個で120キロカロリーくらいしかないんだね。じゃあ2個くらいいただきます。嬉しい。あとハズちゃんからこのマリアージュのねすっごいいいお紅茶もいただいたので、これをねセットで食べていこうと思います。なんかこういう風に完食する時とかも糖質もしくは脂質のどっちかが抑えられてるスイーツは、ホールフード、加工されてないその果物まんまとかね食べれたらベストですよね。糖質と脂質がどっちもガッチャンコになっちゃうとこう脂肪になりやすかったりとかするので、どっちかが抑えられたスイーツ、まあ、脂質オフだったら干し芋とか、そう干し芋は糖質がしっかり含まれてるけど脂質ほとんど入ってないから、そういうものを選ぶとか、あとホールフード、そのまんまの食べ物だよね、そういうのを選ぶとか、あと糖質オフだったらこういうね結構糖質オフのスイーツたくさんあったりとかするので、こういうのがいいんじゃないでしょうか。
うまっ。糖質オフかな。ちなみにね、帰りの、新幹線は娘とね、2人で乗車したんだけど、行きのさ、新幹線がまあ大変だったから、ちょっと帰りね、どうなっちゃうやらって思ってたんだけど、寝てくれました。もうまるっと3時間寝てくれたからね、ずっと新幹線の中はね、寝てくれたからね、私も寝れて休めました。うん、ありがとうございます。オッケー、いただきます。えい、今日の晩ご飯ですね。晩ご飯はこちらです。ポキ丼です。私といえばポキ丼ということで、私はポキ丼率がね、非常に高いんで、我が子はすごい早食いなので一緒に食べます。ポキ丼は何がバランスいいかって、魚とサラダが乗った丼みたいな感じなんですよ。そうで、私は必ずこの温泉卵を乗っけてるんですけど、で、うわっ、めっちゃ美味しそう。ああ、美味しそう。美味しそうです。めっちゃ美味しそう。卵ってね、調理の仕方によって体へのタンパク質の吸収率が違うって言われてて、温泉卵、半熟卵が一番体へのタンパク質の吸収率がいいと言われてます。なんで、選べるんだったら温泉卵。うん。美味しい。美味しいです。ポキ丼は、サーモンとマグロの赤身、あとはアボカド、温泉卵、レタス、枝豆もね、タンパク質入ってるんでめっちゃいい。あとなんだろう、人参でしょ、あとそのレタスいったっけで、下に雑穀米が入ってて、150g 入れてもらってます。やっぱりね、この1個でね、こうちゃんとバランスが取れる食事をするっていうのは外食の時楽だね。できるだけね、やっぱり三大栄養素、タンパク質、脂質、炭水化物をしっかりバランスよく取るっていうのをね、意識はしています。今回だとアボカドと、あと卵の黄身に脂質が、良質な脂質がどっちも入ってるっていうのと、あとサーモンにもね、あの魚の油で DHA とか EPA とかがね入ってるから、タンパク質も、卵の白身、マグロの赤身、サーモンに入ってるしっていう感じで、人間に必要な5大栄養素はタンパク質、脂質、炭水化物の他にビタミン、ミネラルが必要なんですけど、野菜でそれもね結構取れるっていうので、うん、ポキ丼はマジで最高のご飯です。迷ったらポキ丼がいいと思う。あとこういう風になんか今タレをね半分だけかけてるんだけど、外食で気にしてるのはやっぱ塩分どうしたってね、そのまま出された通りに食べちゃうと外食ってどうしても塩分強くなっちゃうから、私はタレを半分とかにするようにしてます。ちなみに離乳食は失敗しました。作るの失敗したっていうか、汁物だけさ、冷凍してるお野菜たちがあるからさ、スープだけはさ、子供のやつ作ろうと思ったんだけどさ、見て見事に爆発してもうこんなんばっか。本当にさ、料理は私、得意というか割と作る方だとは思うんだけど、失敗もすごく多いです。大人のご飯も結構実はレシピ開発の途中とかで結構失敗してる。そう、炊飯器のメニューとかね、そう、楽したいからさ、めちゃくちゃ炊飯器のメニューとか自分で何回も試作して作ってみるんだけど、まあ噴火させたりこれは別にね、炊飯器使ったわけじゃないんだけど、普通に水の量をなんか間違えてめちゃくちゃレンチンしたら吹き出してました。そう、まあ味は美味しいからね、バクバク食べてくれてますから、ありがとうね。こんな感じで食べてまいります。ちょっと今夜の9時くらいなんですけども、ベビタンが寝まして、自分時間です。イエーイ、嬉しい。若干お腹が減ったので夜食です。いつもの夜食を食べていきます。オイコス、タンパク質 12g 入ってて、低GI 砂糖不使用のオイコス。これさ、人気すぎて一時期ね、売ってなかったんだよ、このプレーン味で砂糖不使用のオイコス。最近また売り始めるようになってくれてありがとうございます。カロリーが 71kcal、 タンパク質12、脂質0、炭水化物が 5.2 っていうことなので、これときな粉でしょ、あとはこれね、前の動画で案件でもねご紹介したんですけども、サラヤさんのフローラビオですね、ラカント、このフローラビオ
イヌリンオリゴシロップですね。これをかけていきます。これ本当に美味しい。もうサラヤさんはもうな PR とか関係なしで本当にずっと使ってるから本当にあの嬉しい。こうやってお仕事を一緒にさせていただく機会があって、これさ機能性表示食品でさ機能がちゃんとラベルに明記できるやつで、ビフィズス菌を増やし腸内フローラを良好にする、食後の血糖値の上昇を緩やかにするっていうので、しかもこれすごいんだよ、大さじ1で食物繊維が 6.7g も取れるっていうのでね、もう最高でしょ。そう、それをねこのシロップとしてオイコスの上にかけまして、で、きな粉ですね。このきな粉はなんかあのベビちゃん用に買ったやつを上にかけます。きな粉、きな粉、大人も子供もきな粉。ベビちゃん用に買ったものがなんか結局大人にもいいみたいな、なんだろう、やっぱ栄養素が整ってるからさ結構使いやすいものが多いということで、オイコスきな粉、ヨーグルトの完成です。これを夜食にいただきます。ちょっとね小腹が減った時はこういうので満たすといいですね。てか外食 Vlog って言いながら、あのこれは自炊というか家のご飯だけど、まあいいよね、まあいいよねそういうことです。これが一番最高シロップが甘いからいいよね。外食してる時にね、それこそ私が気をつけてるのがお便秘なんですよ。お便秘ピッ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 、そう大事でさ、うんぴこちゃんがさやっぱり外食続くと出てくれなくなっちゃうのね。定時出社してくれないのよ、もう遅刻も遅刻、無断欠席っていう感じで。だからそれをねなるべくね定時出社させるようにねこう気をつけてるの。でも外食の時ってやっぱりさ食物繊維を取ったりだとか腸内環境にいいことするのがさやっぱりしにくいじゃん。だからこういうヨーグルトとかを間食で食べたりとかして腸内環境整えたりとか、それこそさ最高じゃんね。また案件みたいな感じになっちゃうけど、でもこれ本当に最高だから本当見つけたら買ってみてください。正直ねこの3日間の中で私絶対ねもううんぴこさんは普通に自炊してたら毎日ね本当定時出社してくれるの、いつも朝っていう感じなんだけど、この出張中はダメだったね。一日出ない日とかあって、うわ気持ち悪いって思ったんだよね。ほんとだからね、あー乱れてんなーっていう感じはするんですけども、まあ、こうやってちょっと気をつければ多分ね整ってくれると思います。ごちそうさまでした。おかえりなさい。どうだった？資格の勉強。いやすごく勉強になったよ。あ関節一つ一つの動きを勉強して、うん、意識的にどうやって動かすかっていうのをもうひたすら勉強して、もう関節の資格みたいな。あ、そう、関節の資格。関節可動域。すごい、うん、可動域ね。あのテストが今からあって、うん、それに受かんなくちゃちゃんと資格を取ったって言えないから、今週の水曜日、うん、そのテスト受けるんだけど、はい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 、それまでもう少しちょっと勉強して、うんうんうん、よかった本当に。2日間でしょ、まるまる。うん、感じね。2日間であれができたっていうのはちょっとすごすぎるけど、うんうんうん、でももうちゃんと復習しなくちゃすぐ忘れちゃうから、うんうんうん、まずこれはちょっと実践するのみだね。はいはい。ちょっと筋トレの時間をギブアップ少しして、うん、こっちの関節トレーニング真剣にやっていこうと思う、うん、あーそっかそっか。それで言うと私が明日今度はスイッチで2日間資格だからあれだねお互い頑張ろうな、ね、我が子は元気でしたよ大阪で、ね、4日目の朝です。おはようございます。現在6時半ということで、今日は私が資格を取りに行く日になりますので、朝ごはん外食 Vlog って言いながら、普通に家の朝ごはんです。すいません、私バナナ黒くするの天才なんですけど、ということでプロテインスムージーです。ちょっと時間ない時にはね最高っていうのと、最近は本当にこれのおかげですごく体の調子がいい。バナナ入れので、本当はね豆乳が良かったんですけど、今ね豆乳冷やしちゃってるので水200、てか水200入れてからあのバナナを入れるんだったわ。ちょっとうまくいかないけど、それでここに冷凍のブルーベリー、あ少な少な、ち
ちょっとなんかうまくいかない日かも。本当はもうちょっと入るんです、本当は入るんですけど。で、ここでマリプロチョコ味、本当にこれを取ってからタンパク質だけじゃなくてね、ビタミンも1日分入ってるっていうので、やっぱり調子が整うね。朝サプリ取ってるっていう感覚で、タンパク質とビタミン11種類1日分のやつねを取っております。で、カカオパウダーも入れちゃいます。ちょっとチョコ味を増したいっていうのもありまして、あとカカオパウダー、これはね、砂糖が入ってない純正というか、砂糖がとかミルクが入ってないものになるんですけど、これを入れることでね、鉄分が取れるんですよ、カカオパウダーって。そうなので、鉄分補給にもね、チョコはいいっていうことで、ポリフェノールも取れるし、そしてやばい、ちょっといつもよりも早くベビタンが起きてきた。声がした、ちょっと急げ急げ。で、本当に朝忙しい時は、私はね、もうこれにこのストローを刺してこのままいただきます。あー最高。あ、いつもよりさっぱりだな。あ、これはこれでいいな。よし、あ、起きたね起きたね。じゃあ行ってきます。4日目の晩御飯です。デジャブー、ポキ丼です。昨日と別のところのポキ丼をオーダーしました。もう今日は疲れたんで、食べてお風呂入って寝ます。おはようございます。5日目の朝です。はあ、ちょっと昨日がもうバタバタしすぎて全然動画が撮れなかったんですけども、現在朝の6時50分でございます。さゆです。オールデー朝モーニング左右なんだけど、やっぱね、外食が続いてるからか、あのね、昨日うんぴこちゃんがね、うんぴこどんどんしてくれなくって、一回出てないくらいじゃね、便秘ではないんですけども、私からしたらね、定時出社がマストだからちょっと気持ち悪いんだけど、昨日ね出なかったなっていう。そうだから今日はね、うんぴこがどんどんって出てくれるようにちょっと過ごしたいなって思います。とはいえ、今日もね、朝の9時から夜の6時まで缶詰でまた資格の勉強なので、いや、動きはするんだけど、ちょっと座学が多いのと脳みそ使いまくるのと脳みそパンパンな日なんで頑張ります。あ、昨日は本当に楽しかった。でも講座の勉強、ダイエット&ビューティースペシャリストって資格なんだけど、そう、本当に知りたかったことをより深めたいなと思ってた。その生理周期に合わせたダイエットの仕方だとか、ボディメイクの仕方だとか、閉経とかね、女性はあるから、その女性のダイエットとかビューティーに特化したボディメイク、まあ体作り運動の仕方の講座資格なので、いや、めちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃ集中して、もう全部聞きたい話だから、もうなんか大集中してめっちゃ疲れちゃった。全然それ以外にもいっぱいやったんだけど、ちょっといっぱいやりすぎて、ちょっと、なんかこれはまたまとめて言うねってことで、朝ごはんはいつものマリネスプロテインのチョコ味水割りです。今日はちょっとスムージーにする材料がもうなさすぎるので、乳酸菌がやっぱり入ってるからね、お便秘のためにはいいですよっていう、タンパク質だけじゃないっていうことと、あと焼き芋があったので、焼き芋食べて、あと便秘対策にプルーン、私これはちょっと初めて買ったんだけど、プルーンはいつも家に常備してあって、これは種入りのプルーンなんだけど、持ち出せるように個包装でちっちゃくなったやつを家に常備してたりとかするので、プルーンはね、すごいカリウムも豊富だから、むくみも取ってくれるし、プルーンのね、パッケージの裏とかには、食べ過ぎるとね、お腹緩くなるんで気をつけてくださいって書いてあるくらい、便秘にめちゃくちゃいいんですよ。だから今日はちょっと大きめのやつを食べていこうと思います。よし、焼き芋、うん、うまい。焼き芋もね、食物繊維ですから。最近ね、冷凍の焼き芋とかもあるの。しかもすっごい甘いやつ。うん。
焼き芋って本当にさ、冷えてても食べれるし、常温でも食べれるし、温めても食べれるし、なんかもう最高。この2分くらい食べようと思う。でプルーン食べて、朝ごはんそんな感じです。ちょっとカロリー取らなすぎた、ちょっと反省なので、夜はちょっとがっつりめ、ちょっとだけね、ということでウーバーイーツしました。よかった、5日間終わった。バタバタだった、正直。あの明日からもバタバタなんだけどね、実は。明日も1日、明日ようやく家だ、ようやく1日家で作業日だ、ふーって感じなんですけども。そう、とりあえずね、3日間の大阪出張と2日間の資格、講座、試験、缶詰勉強デーがね、終わりました。おめでとう自分、おめでとうっていうか、うん、お疲れ自分だね。夜ご飯はこちらをウーバーしました。ピリ辛チキンのチキン弁当みたいな感じのをね、ウーバーしました。チキン 150g とご飯と、あとね、これブロッコリーと、キノコの塩麹サラダ、非常にヘルシーでございます。いただきます。お腹減ったよ、もうちょっと今日はね、ちょっと少なすぎたわ。多分ね、カロリーもね、700キロカロリーくらいしか取ってないんじゃないかな、昼まで。うん、今日もアスケンね、あのコンビニ弁当だったんで、カロリーが計算しやすいので入れたんだけど、昼までで多分ね、750キロカロリーくらいしか取ってなくって、タンパク質がトータルで49、脂質が14、低すぎ低すぎ。炭水化物は116しか取ってないっていうことなので、ちょっとね、低すぎるんで、あの、もっと食べていいんだよー。全然もっと食べていい。うん。抑えすぎた。バタバタしてっていうのもあるけど。ガッてね、行きたいところなんですけど、先にね、血糖値の上がりにくいものを入れて、その後にね、炭水化物とか入れておくっていう感じですね。いやーもう、この5日間頑張ったな、ふんふん。これはでも私目線で映像を撮ってるので分かりにくいんですけど、この2日間ね、あの頑張ってくれたのはダーウィンですよ、ほんと。私がさ、朝から晩まで講座でね、いなかったわけだから、朝のね、子供のお世話とかも結構お願いしたし、夜も夕方の6時くらいまで講座がもうびっしり入ってたから、朝がダーウィン担当、夜のお迎えが私担当みたいな感じなんだけど、そういうのも全部私がさ、行ってる間やってくれたから。で、逆に最初の3日間はダーウィンがそのね、資格の試験だったから、しかも大阪でダーウィンのおかんの力も借りながら私もワンオペ頑張ったけど、本当に二人三脚、本当に。でもね、ファンの方々にも大阪でも会えたし、こうやってダウンも私も勉強するのすっごい頑張ってるから、実はね。ほんとね、いろいろ得た知識を SNS だったり、こう YouTube だったりとかでね、発信しようと思ってるから、すっごい楽しい、すっごい楽しいの、勉強の時間って。うん、この情報をどうやってみんなにシェアしようっていう頭になるのよ、私の頭の中はね。実はこんな物価ついテキストでさ、2日間さ、うん、ノートいっぱいになるくらいいろいろ書いて頑張ったんだけどさ、なんだろうね、ちょっとありすぎてあれなんだけど、例えばこの動画やったら何キロカロリー消費するかって今までなかなか言えなかったんだけど、計算すりゃ出てくるっていうねことなのよ。もちろん正確には分かんないよ、神のみぞ知るだから。消費カロリーと摂取カロリーは神のみぞ知るだからね。なんだけど、まあ、大体のねカロリーとか体重さえ分かればなんか大体表示できたりとかね、計算できたりとかするから、なんかそういうのもやっていいよなとか思ったりとか、まあ、あとはそもそもね、ダイエットとかボディメイクの考え方とかね、まあ、生理周期の話だとか、体脂肪どのくらいに持ってったらいいんだろうかとか、何の運動をねやったら細くなるのか太くなるのかとか、まあまあまあいろいろあるんだけども、もちろん私も常に勉強してるけど、それをやっぱりさ、こうやって講座でしっかり裏付け取ってやれてるから、さらにさらに自信を持っていろんなネタが提供できるなぁと思って、すんごい幸せな時間だった、ほんと最高の5日間でした、私にとっては。みんなにこう、ああこういう
考えもっとみんな持ったらもっとダイエットが楽しくなるのになとか、あ、じゃあそういう風に見てもらうためにはどういう動画にしようみたいな、運動動画の中で言ったらいいのか、それともこういう風に Vlog っぽい動画の中で言ったらいいのか、いろいろ考えるのよ。で、私こういう作業超好きなのいつも見てくださってるさ、皆さんがいるからこういうことができるわけで、本当に本当に感謝してます。本当にありがとうございます。この後もいろいろちょっと企画作り考えていこうと思います。楽しみにしててね、みんなもね。うまい、チキンがうまい。私もいろんなね、食事の勉強をたくさんね、アスリートマスターの資格とかオーガニック料理ソムリエの資格とか実はね持ちながら、かつ勉強しながらいろいろ発信してるんだけど、で今日のね資格の話とかでもあったけど、結論、食べないで痩せるはダメ。もうそんなのね、分かってるって思うと思うんだけど、食べずに痩せるなんてね、やっちゃダメよ。どんなことを勉強してもね、カロリーだけ減らして痩せましょうなんていうね、概念はないんですよ。どんな勉強しても絶対食事と運動セット、これが、鉄則なのでそれだけはね、今日のうちに言いたいなって思った、ダイエットも健康づくりも食事と運動が必ず必ずセットなんですよ。食事だけはね、もちろんね、体重は落ちていくこととか体脂肪を落とすことっていうのはね、食事だけ頑張ってもできるかもしれないけどさ、じゃあ500キロカロリーで一生生きていくかっつったらそういうわけじゃないじゃん。私1000キロカロリーでさ、一生さ、おばあちゃんになるまでさ、いるかっつったらさ、そんなの人生楽しくないじゃんね。ということだから、食事の管理をする、食事をちょっと整える、そして運動をする、当たり前のことなんだけど、本当にこれが鉄則なんで、今回の Vlog の中ではなかなか私も実はこの5日間ね、出張もあったりとかして運動っていう運動はできなかったんだけど、活動はしてたから、まあ移動も活動だし、まあでも活動、運動、食事、このね3つの軸のバランスとカロリーとで体調管理はできますから。今ちょうどね、ダーウィンが娘っちと一緒にリビングでねリラックスしてるから、ちょっと動画撮るのあれだなと思ってダーウィンの部屋に戻ってきて撮影してるんだけど、この後は私はご飯をゆっくり食べます。で、私ね、ずっと最後にね食べたいなって思ってたものがあったの。ダーウィンのね、ママからさ、大阪行った時にね、ダーウィンのママがもらい物というかいただき物でもらったチョコをお裾分けしてくれたの。超美味しそうでさ、カカオサンド、グリオット、ピスターシュ、多分ピスタチオっぽくないみたいな緑色でさ、こうやって多分ピスタチオだと思うんだけど、これがさ1個で220キロカロリーあるっていうのでさ、ちょっと高めーと思って、脂質16入っててちょっと高めーと思ってね、食べてなかったんだけど、これを食後のデザートにして、今日は頑張ったからいいでしょう。私はご飯をこの後ゆっくり食べて、これをデザートにして今日は寝ようと思います。本当にありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんの外食の感想をお待ちしております。参考になったよとか、楽しかったよとか、またこういう動画やってくださいなのか、こういう Vlog とかを見たいですとかね、ダイエットのこととか体作りについてこういうこと動画にしてほしいですとか、あ、そういうのも欲しいかも。そういうのもぜひコメント欄でね、教えてください。私がね今日得た知識の中でどこをどうやって出していこうか、すごい参考にしたいので、ぜひ教えてください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。長い動画ありがとうね。またお会いしましょう。バイバーイ。